いやあ、刹那啓介だよ。箱庭の歌、テトラストライク。まあ、やってみたいと思いますわ。前回のあらすじ。ここ、森崎とひよこの間にすごいことが起きました。森崎がもう、豹変したんですね。こんな顔すんじゃっていうような、えげつない顔になりました。もう視聴者さんみんなに見てもらいたいぐらいの顔でした。どんな顔が気になる方は俺の YouTube の方へ動画が上がっています。えげつない顔でした。そしてまあ説得というかもう強引にひよこをチームメイトに入れて今本拠地に来たんか。あれ誰もいねえじゃん。だいぶ話し込んでいたので僕たちが一番乗りということはないはずだ。するとコナミがテーブルの上に置いてあったそれに気づいた。手紙が置いてあるの。目を通してみる。手紙か。伊豆木の文字だった。お球技大会の準備手伝うと豪華お弁当が出るらしいので、歩夢と小鳥と一緒に手伝いに行ってきます。なるほど、豪華って書いとんじゃ。豪華お弁当か。どれくらい豪華なんだろう。もしかしてキャビアとかさ、フカヒレとか入っとん。そりゃ豪華やな。手伝いしただけでさ、そんなんがもらえるんだったらそりゃもらいに行くわ。3人頑張ってきて、親の分ももらってきて。豪華弁当だと。さすが食い意地の張っている伊豆木らしいというか、なんというか豪華すぎるでしょ。もしかしたらこの中学校はさ、国家からすごい予算が入ってるかもしれませんからね。どうなんだろう。そうなると話し合いはできなさそうじゃの。そうやな、6人うちのおるうちの3人がおらんのじゃ無理やな。っていうか俺家に帰ってないから昼飯まだなんだけど。料理研究家のいずいず姉さん頼りにしてたのに俺の上はどうすりゃいいんだろう。夏雪、視聴者の皆さんは君のことを恋愛の対象だと思っているみたいだよ。俺は思ってないけどね。だから夏雪の料理もちょっと見てみたいな。あ、これ俺が思ってるんじゃないよ。視聴者さん全員が思ってるんだよ。わかったか。買えなかったお前が悪いだろ。よし、こうなったら冷蔵庫の中身使って料理しようぜ。きた、本当に料理作ってくれそうだぞ。みんなよかったな。俺はどうでもいいけど。ほら、視聴者さんの中でギクって言っちゃった。ギクって言った人はいるね。なるほど、君は期待してたな。やめなよ、食材を無駄にしてゴミを増やすだけなんだから。はははは、凌介全然信用してない。やってみなくちゃ分かんねえじゃねえかよ。その通りや、夏雪。お前いいこと言ったぞ。やってみえ、やってみえ、お前の料理。多分お前のことやけんさ、小麦粉のなんとかとか、原材料がそのままの状態で料理になるかもしれんけどな。まあ、やってみえや。何度もこの目で見たから言ってるんだよ。あ、作ったことあるんじゃ。無残だったんやな。それはさっと無残だったんやな。てっ、しょうがないからカップ麺買ってくるわ。そう言って夏雪は本拠地から出て行った。残念だったら視聴者の皆さん、夏雪は料理少なんねえわ。夏雪と付き合いたかったらな、夏雪と付き合いたかったらな、自分が料理を作るような覚悟をしとけ。ざまみろ。そういうわけで、コナミと二人きりになる。コナミ、本当に球技大会参加するの？兄は言い出したなら聞かないしの、仕方あるまい。どうしても嫌って言うなら、僕から説得しようか。まあ、いちいちバレーするだけじゃし、そう大したことでもあるまい。いや、バレーの方じゃないんやけどな、問題は。なんでひよこと森崎と一緒に組まなあかんのか。いや、別に森崎の方はいいよ、マリンちゃんとは。マリンちゃんとコナミちゃんのくっつうところ見たけ見たいけん、俺はそっちは賛同するよ。でも、なんで敵のはずのひよこが入ったのかわからん。コナミが言うならそう言うならいいけどさ。ほう、それにしてもマリンちゃんはどうしたものかの。嫌なら嫌ってはっきり言った方がいいよ。コナミは森崎のことをどう思ってるの？別に嫌いというわけじゃないが、できるなら放っておいてほしいっていう感じじゃな。もし私たちの輪にマリンちゃんが入ってくるなら別にそれは構わないんじゃ。こっちのことも好いてくれてるみたいじゃし。かいはな。
思うしの。絶対あると思ってるね、それ。その顔絶対あると思ってるよね。まあ、あるん、いや、待てよ。このまま、コナミちゃんにとってはあるかもしれんけどな。その他、俺、その他の5人、プラス、せつなきすけ、プラス、視聴者さんは思っとるわ。ないと思っとるわ。うん。だって面白そうやもん。コナミちゃんと、マリンちゃんがさ、付き合ったらどんな感じになるか、ちょっと、ユリ展開としても、ちょっと、俺らとしては、ちょっと見てみたい気がするんですよ。わかりますか？エンターテイナーのコナミちゃん、頑張れ。でも、あっちの世界に私を連れ出そうとするのはちょっと勘弁してほしいんじゃ。ああ、コナミちゃん、さ、向こうの世界も見てきた方が勉強になると思うよ。ユリっていうのは、結構アニメとしてはね、こういうゲームものとしてはね、結構重宝されるんぞ。行ってこい。私はここにいたいんじゃから。ああ、なるほど。このグループから抜けたくないんだ。コナミの言いたいことはよくわかる。でも一方で、僕は森崎の気持ちも少し理解できた。それは、そう、小鳥の時と一緒なんだと思うからだ。どういうこと？僕はさ、小鳥と仲良くなり始めて、小鳥がここのみんなと仲良くできるようになって、やっぱり嬉しかったんだ。多分森崎も同じような気持ちじゃないのかな。なるほどの。つまり、両兄は琴音が好きと。いや、そういうことを言ってんじゃなくて。そういう考え方をするんじゃねえよ、お前。目つき変わってんじゃねえよ。何お前、返しじゃボケみたいな。返しじゃって。両兄返しじゃみたいな顔しやがって。やめろ、そういうの。やめろ。自分の好きな人たち同士には仲良くなってもらいたいってことじゃろ。うん。小鳥ちゃんもユリなんですね、わかります。ユリじゃないよ。小鳥ちゃんはユリじゃないよ。小鳥ちゃんは誰かのことを特別好きとは思ってないよ。ただ、涼介が小鳥ちゃんのことを好きだと思っている、それだけ。うん。まあ、そうなんだけどさ。簡単なことなんじゃがの。そう簡単に済まないところが、人間の人間らしいところじゃの。コナミちゃん、お前いくつやねん。中学1年生だろ。なんか、すごい哲学的なことを言ってるよ。大学の教授かな、君は。当事者が言う言葉じゃねえし。じゃあな。結局二人やんやけど何かするんかい。お、夏行きに続いて歩と伊吹も戻ってきた。お、帰ってきたら、お、豪華な弁当もらえることになったなあ。豪華な弁当もらえることになったなあ。歩、伊吹、なあ、豪華な弁当はどうなった。あれ、小鳥は、おっと、大人すぎって視聴者さんも言ってる。大人だな、中学1年生なんだね。コナミちゃん、これでも中学1年生だぞ。何か用事があるから今日は帰るって。小鳥ちゃん帰るんか。なんかちょっと残念やな。瑞希が残念そうに思ってる。で、瑞希はなんでプンプンしてんだ。あ、そのプンプンじゃないんだ。歩、ちょっと話してやりなさいよ。どうした。なんで俺が。まあいいか。どうした、歩。なんか将棋の歩兵がさ、相手の陣地に入れんで時になり損ねたような顔してるぞ。放課後になって俺と伊吹は一緒に昇降口まで歩いてたんだが、うん、途中で担任に遭遇して例の豪華弁当の話を聞かされたんだ。うん、それで、ああ、球技大会の準備したらもらえるってあれね。そう、それでちょうど小鳥さんが通りかかったから、伊吹が強引に誘って一緒に行くことになって。何よ強引って。いいから話進めろよ。そうだそうだ。で、まあ一旦ここに寄って置き手紙を書いて現場に向かったわけなんだが、おうおう、それでなんで伊吹は怒ってんの。豪華弁当よ。何が豪華弁当よ。このクソ暑い中、私たちは必死に、なんだろうね、設営に尽力したわ、弁当のためにね。まあだろうな。なのに出てきたのがかんぴょう巻きってどういうことなの。かんぴょう巻き、かんぴょう巻きだと。で、行かって言う割にはそうでもないようなやつが出てきたな。確かに、えずき、
俺はもうホテルの豪華弁当で言うからな。俺はな、キャビアやトリュフが出てくると思ったんだぞ。それがかんぴょう巻きだと。舐めてんのかあいつら。先生だわ。確かに弁当ですらないなこれ。かんぴょう巻き1個って弁当じゃない。かんぴょう巻き弁当だったらまだしもやな。うまいだろ、いい加減にしろっていう視聴者さんからの暴言もある。どこが豪華なのよ。豪華の5の字も入ないじゃないのよ。まあそういうわけで怒ったんだよ、伊豆は。まあ俺も怒っとるよ、怒っとるよ。看病巻きやって豪華弁当で言うからな、俺はトリュフとかそういうのが入っとるかと思ったのに怒ってるわ。けど伊豆は子供やけどな、俺は大人なんだ。それはもう気持ちの中で抑えとくわ。大体伊豆が怒っているときは食い物関連だな。確かにそうかもしれない。青リンゴゼリーの時も怒っとったような気がする。誰が食いしん坊のいついつ姉さんよ。誰もそんなこと言ってねえし。とにかくむしゃむしゃむしゃくしゃくしたから今日は話し合い なしね。小鳥もいないし。はあ、まあいいけど、このままどんどん話し合いせずに終わっていきそうな気がするね。その後みんなでいつも通り過ごし、暗くなってから解散することになった。何しょったんだろう、この暗くなるまで。ほとんど飯がかかってるな。そうなんですよ、伊豆きってもうご飯のことしか頭がないみたいなんですわ。多分伊豆きにさ、なんだろう、高級料理とかあげるけん何々してって言ったら大体いいよって言ってくれる。子供の様子が気になってか、連日家から抜き出すと親の視線がいたいため、今日はおとなしく家にいることにした。ね、今日が終わるんかな。明日は体育祭だ。7月19日土曜日、球技大会が始まったぞ。埼玉島球技大会当日、会場までの道のりを一人で歩いていると、またお前か、笑顔で出てきてんじゃねえや。いや、大好きじゃないな。大野さんに遭遇した。来ちゃったよ。おはようございます。もう脱力でおはようございますって言ったと思う。これ何してんの。競技大会の会場に向かうところです。今の涼介はね、大野さんに当たってただけでさ、こんだけテンション下がってます。それを表現しております。俺は競技大会マジでそんなのやってるな。まあそれって飛び込み参加あり。お前鋭いな。なんで取り込み参加ありってことは知っとんな。知っとかのごとく聞きやがって。わかんないですけど、ビーチバレーはありみたいですよ。よっしゃ、ビーチバレーってことは二人言えば参加できるんだよな。はあ、まあオッケー。すると大野さんは携帯を手にしてどこかに電話をかけ始めた。あ、もしもし、おいでよ、俺田中。誰だ田中って。えんだよ、冗談通じねえやつだな。あ、田中って自分のこと田中って言うたんかこいつ。バカめ。バカとしか言いようがないね。まあ何でもいいや。とりあえず今から言う場所に集合ね。え、なんでお前の言うことを聞かなきゃならないかって。ぐだぐだうるせえやつだな。これは中央委員会としての命令だ。いいな、わかったな。無視したらひらめに合わせてやる。それじゃ早く帰れよ。通話終了。誰に電話かけたんですか。クリスだけど。え、ほらほら早く行こうぜ会場にさ。敵呼びやがった。あいつ敵の勢力のやつ呼びやがった。何考えてんの大野さん。何も話をややこしくする方向に向かってんのよ。球技大会の会場に到着する。なお凌介たちが出るのはビーチバレーだから、なんでこんな浜辺に来たのっていうツッコミはなしだ。これで合っている。希望的には最多祭よりずっと人数少ないが、そこそこの賑わいを見せていた。なんか島全体での球技大会ってことは、もしかして大人も出るんかな。中学生だけじゃなくて高校生とか社会人とかかもしれんな。おお、いい感じに賑わってるじゃないの。大野さん、ビールだけ飲んだらダメだよ。夏雪を探して大野さんと一緒に歩いていると、け
来ちゃったよ。マジで来ちゃったよ。なんで来たんだよ。断れよ。王のてめえな。クリスが現れた。おお、早かったな、クリスちゃん。お前、ふざけるなよ。なん、こんなところに呼び出して何するつもりだ。何って参加するんだよ、ビーチバレーに。誰が？俺とお前が。なんで？楽しいから。そりゃ怒るわな。そりゃ怒るわ。なんか呼び出されたと思ったら、中央委員会の名前まで出されて呼び出されたと思ったらさ、ビーチバレーに出ようぜって言われるんやけど、そりゃ怒るわな。帰る。待て、クリスティン。ちゃん付けで呼ぶな。本当の理由はちゃんとあるんだって。言ってみろ。困ったクリスティンの顔が見たい。帰る。ああ、いいのかな。中央委員会の権力行使しちゃってもいいんだけどな。そんなに行使したらイーナさんにクビにされそうなんやけどな。てかお前バイトだろ。ああ、王のてめえな。クリスティンの強制退去ぐらい電話一本なんだけどな。めちゃくちゃやん、大野さん、めちゃくちゃやん。こんなどうでもいいイベントのために中央委員会の権力使おうとしてるんだからな。もっと別のところで権力使えばいいのに。てかもう使わんでもいいのに、大野さん。なんでバイトだにそんな権力持っとんやろ。煽りスキル高すぎやん、ほんと。パワフラで訴えんぞ、こら。別に怖くないもんね。くそ、てめえ。仕方ねえだ。今回だけだぞ。次はねえからな。オッケーオッケー。じゃあ早速登場参加の申請行こうぜ。欲しい。いつか殺す。二人は大会本部の方に向かって歩いていく。これ怖いことになるぞ。対戦相手になった人の顔が目に浮かぶ。かわいそうだ、かわいそうだよ。っていうかさ、クリスさん来たけどさ、まさかひよことばったり会ってえってなるよな。そういう展開になるとは全然思わんかった。予想外だったな。バカですね。あ、うわ、噂をすれば出てきよったひよこちゃん。いつの間にか横にひよこが立っていた。何大きい声出してんすか。バカに見られますよ。いや、急に現れるから。見落としましたか。これでも一応組織の人間ですからね。相手に気づかれずに近づくなんて浅ましい前ですね。すごいよひよこちゃん、めっちゃすごいすごい。お菓子あげようか。めっちゃバカにしているっていうね。子供扱いするっていうね。あっそ。ていうかちゃんと来たんだな、偉いじゃん。ちょ、調査の一環です。小鳥と仲良くしているあなたの生態観察です。それにしてもクリスはダメダメですね。毎回大野にいいようにされて、あんなんじゃ先が追い見られますよ。本当に本当だよな。こっちでも大野さんあんなことしなくてもいいなと思うのな。バカやけどな、あいつは。一つ聞いてもいい？何です？大野さんって何者なの？ RCH の人じゃないの？はあ、そんなことも知らないんですか？情けないですね。大野はあんなのでもひよこたちの上の組織の人間です。あ、上の組織の人間なん。え？あの人バイトとかなんとか言わなかった？え、それでも上の組織やけどバイトみたいな。やけんバイトでも上の組織ってことは下の組織よりは位高いんか。バイトって言うても侮れんな、大野さん。なるほどな、そんなすごいバイトがおるんじゃ。なんだっけ、新しい世界を作る会だっけ。なんだ、その名前くらいは知ってるんですね。新しい世界を作る会、略して新世界。なんかすごい寒いよな。ひよこちゃん、それ寒うない？ちょっとうまくやったつもりやろうけどうまくないからね。寒い。 浜辺なんやけ余計寒く感じるんよな、夏なのに。その中でも一番の権力が集まっているのが中央委員会で、大野はそこの人間なんです。あ、なるほど。大きいところのバイトなんやな。え、そんな人がどうして RCH に敵対してるんじゃないの。いろいろあるんですよ。 RCH だって本部に行けば様々なしがらみもあるし。気温下がったね。あのゲームの中じゃ夏なんやけど、こっち秋でちょっと冷えてきた頃なんですよね。何寒してくれたんだろうな。 RCH で敵対しているのはひよこたちの部隊と他に2つか3つであって、新世界全体ではありませんし。ああ、
つまり新世界全の中でなんか内乱が起こっとるつか、反逆と、反逆っていうかおかしいんか。なんつか、意見の食い違いでなんか、反抗しようようなやつがおるんや。なるほど。だんだんストーリーがわけわかめになってきた。ほんとやね。なんかストーリーがちょっと複雑になりすぎて、ちょっと、この、しがらみっていうか、なんというかをさ、完結までに全部解決するんか、ちょっと不安になってくる。結構長いゲームなんだけどね、これ。建物はバイトってことになってますけど、完全に RCH とこっちを両方牽制する役割ですよ、オーナは。重要すぎるやん。そんな重要な役割をあんな大野とかいうバカに任せとっていいんか、イリナさん。代わりに俺がなります。バイトでしょ。バイトだったら中学生できるんじゃないですか。夜間のバイト、夜間の時間に働かんのだったら俺十分行きますよ。てか、おっぱい見たいし。イリナさんのおっぱい眺めたいし。セカハ吐いたね。ごめんな、みんな。でも、イリナさんって結構おっぱいでかいけどさ。イリナさんが出てきたらみんな胸に集中すると思うんだしね。よし、セクハラ終わろう。すいません、セクハラで。わけわからないって顔ですね。まあ、しょうがない。しょうがないか。ヒヨコは、あ、じゃない。ヒヨコは RCH のことも詳しいの？一応、RCH の偉人だったこともありますから、もっと小さい時の話ですけど。これ以上、もっと小さいって言われてもさ、ピンとこんないけど、俺。ほら、りょうすけはってなんて言えばいいかわからんようになってるやん。ごちゃごちゃすぎてついていけない。だいぶ関わってしまっているあなたから話してましたけど、他言無用でお願いしますね。他言、他の人に説明しようがないし。まあ、とりあえずそれは置いといて、森崎さんと合流しましょう。遅刻して参加できないなんてことになったら何されるかわかりませんし。その通りやな。遅刻して参加できんようになったら、えらいことになるけど、本当に。多分、半殺しぐらいにされそうな気がする。ああ、うん。あと5分か。ひよこちゃーん、めちゃくちゃ優等生っぽく出てきよたな、この野郎。お前の裏の顔は分かってるんだぞ。この子だよ、前回のパーツでもう伝説を作ったっていう女の子。森崎マリンちゃんです。ああ、私服は可愛い。見た目も可愛いんやけどね。ハグ！お、森崎がひよこちゃんに猛アタックをかけてる。集合場所に到着すると、森崎がいきなりヒヨコに抱きついた。本当によかった。よかった。来てくれてありがとう、ヒヨコちゃん。苦しいです。離れてください。ああ、ごめんなさいね。慌ててヒヨコから離れる、森崎。なんだかあなたに抱きつかれると身の危険を感じます。失礼なことを言わないで。私にその気があるのは、この海さんだけなんだから。危ない。ないことをさらっと言っちゃったね、マリンちゃん。本当目が怖いね、これ。マリンちゃんちょっともう優等生キャラなんか崩壊してますね。ほら、ほら見てみ、コナミちゃんおったわだ。コナミちゃんに見られとったわだ。もう予備犯罪者確定。その通りだ。マリンちゃん、大丈夫かな。将来が危険だな。ほらほら、当日参加のやつらは登録あっちだから行ってこい。はい、行ってきます。元気にな。意気揚々と森崎が歩き出す。その後ろを気だるそうな二人がついていく。お兄さん、約束忘れないでくださいね。おう、もちろんだ。いや、約束、変なことじゃないだろうな。大丈夫よ、私に任せていれば全部大丈夫。あの、マリちゃん、マリちゃん、その目何？そのなんか自分の思うような展開になりそうだっていう、そんな目はやめよう。な、やめよう。うん。アウト。その通りだよ、アウトです。大丈夫かな。何を約束したの？もういいじゃん、いいじゃん。謎解きのことだから、これはろくなことには違いない。ろくなことにならないことに違いない。それより俺たちも準備があるから行くぜ。は？準備？何それ？いいからいいから。何か宿物してる。夏行きにスネークを押さえながら歩いていると。遅い、何やってたのよ。伊豆に歩むに小鳥といういつものメンバーが待ち構えていた。あれ、みんなも来てたんだ。うん、まあ競技には参加しないけどな。
それより早くしなさいよ、時間ないんだから。え、何？え、何が？は？夏雪から聞いてないの？え？うん。まあまあいいじゃないですか、とりあえず始めちゃってくださいな。ま、それもそうね。ゆずき、その目はなんだ？俺に何をしようと言うんだ？もしかして俺にウイルスを打ちつけて俺を生物兵器にしようとしてるとか。やめろ、やめてくれ。あー、なわけあるかボケ。え、え、何か企んでる。おお、やばい、今回のパートやばいぞ。アウトが打たれてさ、ダブルプレイやったぞ。ダブルプレイ発揮してしまったぞ。陽介、お前のことをカスタムサムネイルするけんな。もう決めた、このやつを、これをカスタムサムネイルにするわ俺。もうこれにもサムネイルにするよ。うん、おーすごいわ、来たわ。うん、俺は興味ないよ、俺はそう興味ないよ。これみんなちょっと気づいてないかもしれんけど、これ男やけんな、男やけんな、男が女装しただけやけんな。だけど俺は別に気はないよ。けど視聴者さんが気があるんだったら、まあそれはよしとしようね。わかりますか、ショッター、中学3年生やけショッターではないな。うん、確かに、なんで胸膨れとん、パッド入れとんだとか言っている間に今回の時間は終了だ。次回がえらいことになりそうな雰囲気がプンプンしてます。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。しわげ。ふう、やっとが変わった。じゃあ早く帰ってパソコンする。